全国の屋台ではね、なんか無理やり持ち上げてドーンと落とすとか、そういう屋台もあるんですよ。でも高山の屋台はしずしずと、しずしずとでジャッキでこうハンドルを回して持ち上げて、そしてあの釣っているいろんな房とかそういうものがね落ちないように、はい、糸が切れてしまうんですよね。そうですね、飾りが本当に細かい飾りですけど、振動なんかも持ってのほかですよね。さあ今そのこの道に続々と屋台が並んでいます。先頭に見えますのがからくりをお昼に奉納してくれました布袋隊、はい、その後ろが、何の三代目がね行進隊という屋台ですね。はい、神楽はもう行ってしまったの で先にね2番目が今映っているのが布袋隊、その後ろ三代目が行進隊ですね。さらにその後ろ四代目、あ、これ今はこれはね仙人隊というんですが、これはあの5番目なんですよね。はい、いろいろ順序違えて今映ってますけど、お昼は本当にあのいろいろな幕ですとかね、はい、見るあのいろんな細かい彫刻とかありましたが、夜は本当に提灯が鮮やかなということですね。これね屋台が通るところは電気を消すんですよ、はい、街灯とか消すんですか。そういうものを全部消して、はい、その屋台の提灯が見えるようにってことですから、はい、ここもほら消してあるでしょ。普通街灯があるのに。そういえば先ほどまでね、あのね街灯があったように思うんですけど、お店も全部その電気の明かりというのは消えてますね。そうです、これは提灯がよく見えるためにということですか。そうです、なるべくね暗くして、はい、そして屋台がきちんと見えるようにという。今ご覧いただいて、あ、これカラーハフの屋根、まあ、これははい、これは仙人隊ですね。カラハフの高山の屋台の古い形ですね。カラハフ仙人のこの人形飾りがおなじみという、うん、はい、でもねこの提灯の明かりが本当にホッとしますね。明るいですね。それ民芸館の玄関にも大きな提灯がありますし、その向こうに屋台の小さな提灯があります。もう近々あの明るくついている提灯もあれば、ほのかにチカチカとつくいろんな提灯があって楽しめていいですね。はい、あ、そうですね。予定帯はね、で人がもうぎっしり集まってきます。あ、これ今ちょうどカメラの横では何あの辻回しですか、回すところでしょうか、何をしているところでしょうか。あ、回しているところです。さっきね戻し車といって、はい、持ち上がったんですよね。これ今曲がってるところじゃないですか。狭いの車が持ち上がってるので、はい、皆さんこれ非常に、はい、大でこ棒という棒を差し込んでぐっと回して、はい、回してます。ご覧ください、貴重なシーンです。うん、屋台が辻角を曲がるとき、はい、曲がるときだけのための戻し車というのが登場して三輪で回っています、うん、そうです。今テコで角度を調整して回してるんですか。うん、あの動かないようにこう車を差し込んでるだけで、大でこっていうんですね、これね。大でこ、はい、この大でこも重そうですね、はい、こういうのをやっぱり引っ張る方と若い方の出番ですね、うんうん、そうです。若い方やら ね、あの年長者もこう出たり、さしずをせねが今せーのという声が聞こえました。はい、こうやって声を出して若い衆が組打ちの若い衆が引っ張っていきます。宵祭り、屋台が次々と提灯が揺らしながら、仙人隊ですね。仙人隊が目の前を過ぎています。はい、沿道の方すぐ目の前、こんな近い距離で見られるなんて、やっぱりこれ直接高山に来て感じてほしいですね。はい、これだってもう触れるぐらいの距離でしたよ。はい、今ね布袋隊があの向こう行ったんですね、はい、2代目の布袋隊が通り過ぎました。はい、はい、行きました。はい、そして今この草壁民芸館の玄関です。はい、玄関から捉えております。大きな提灯が草壁民芸館の提灯です。その向こうに屋台、これ3代目の屋台に今カメラがアップしております。そうですね、3代目の屋台は、はい、行人隊という屋台です。はい、縁の行者をそのね人形を祀った屋台なんですけど、はい、さあ3代目の行人隊が間もなくこの草壁民芸館の横を通るということです。内島さん、はい、ここまでずっと見送ってどうですか。素晴らしいですね。まあ、それぞれいろんな明かりのつき方もありますし、うん、
面白いですよ ね夜は夜で、やっぱり違いますね。まあ、それぞれの屋台ごとに特徴ってありますね。そうですよね。子供が乗ってたりとか。そうですね。ね、さあ、どんな、特徴のあるのが、横を通っていくんでしょうね。楽しみですね。このね、今日の放送の素晴らしいところはね、ずっと同じ角度で見るんじゃなくてね、前から後ろから、そしてすぐそばの横からいろんな角度でご覧いただくのが今日の放送の醍醐味です。今ご覧ください。今ちょうどこの前カメラの横で止まっております。これはね、はい、だいぶ後ろの方ですね。これは、はい、だいぶ後ろの方 の方のこれ包帯という屋台、包帯の屋台を、はい、どうですか、こういう彫刻とかね、そういうものを見て、これは何体だったと、そういうふうにね、こう言えるになるっていうのも屋台通ですよね。そうですね、パッと見て、あ、これは何体だと、うん、動き出しました。提灯が揺れております。これ引っ張るの何人ぐらいで引っ張るんでしょうか。まあ組によって違いますけど、10人から十数人ぐらいで引っ張った、重さは先ほど伺いましたね、軽く4トントラック1台分ぐらいはあるでないかと岡さんもおっしゃってました、それを引っ張って、あ、今せーのという声が聞こえました。あ、今民芸館の横をまた屋台が通っていきます。はい、行きましたね。お囃子が聞こえてきました。さあ今民芸館の窓の外を通り過ぎていきます、はい、どうですか、この生でやってるんですよ、はい、今手を振ってらっしゃいますね。どうも、生演奏、生演奏で、生演奏でね、ええ、子供たちが生でね、生で、はい、屋台映えを、ね、子供たち手を振ってますね、いや可愛いですね、楽しそうです、これ乗ると気持ちいいんですね、気持ちがいいんです。田中さんも昔乗られたと、そういう機会があったのでね、これ私も乗りたいって競争激しいんじゃないですか。いや、あの組の人はね、まあ、交代で組の子たちは乗れるんですけど、他の人は乗れない、絶対乗せてもらえない、組が違うとダメだってこと、ね、それだけあの組の絆が深いというか、うちの組じゃないと、さあ、ね、お、またまたどんどんと、また1台横に通り、これ4台目、これは何でしょうか。はい、4段目は宝珠隊ですね。宝珠隊が今、はい、宝珠隊ゾーンと横を通り過ぎていきましたね、こちらもね、あの生で屋台囃子をやってます、はい、生でお囃子を奏でながら横を通り過ぎていきます、はい、うわ、こんなすぐそばでご覧いただける、これ、テレビでもこんなすぐそばですけれども、あの皆さん直接来ていただいたら、もうあの触れるぐらいの距離ですよね、大きい亀が乗ってる屋台ですね。あ、これは亀が乗っている、亀、ガメラのような亀がね、大きな亀が屋根のところに乗っていると、はいはい、こちらは宝台ですね。これは今辻を曲がるところですか。はい、もっとあの、前の方ですね、ここへまだ到達する前の屋台ですけど、はい、6代目の屋台です。これは今、進まないようにストップをかけているところですか。それとも回すところですか。出発したあたりの辺で回り角を回ってるところなんですよ。今曲がろうとしてるところですね、はい、あのね、本当見るだけもすごいんですけど、こう進むのもすごい、そして角を曲がる技術、これも見ていただきたいですね、はい、うわー、続々と、提灯で、カメラがね、神社の前の方にも行ってますので、あちらの映像もこういうふうにして今映ってるんですよね。そしてすぐそばの映像と、はい、今ちょっと、ご覧いただいてます映像、屋台が曲がろうとしています。非常に難しい技術のいるところです、はい、ちょっとご覧ください。これ田中さん、曲がるためだけの車輪、戻し車というのが飛び入れて、そうです、屋台を傷つけないようにきれいに曲がる、はい、これが見ものなんですね、あまりさっさっさっさと行かずに、こうゆっくり皆さんに見てもらいながらというね、そういうことも大事ですよね。そうですね、そう、どんどん進んでいくのが意味が、あの意味があることではなくて、やっぱり見て楽しんでいただくという、何しろ重いので、重い、4トンぐらい重いし、そしてものすごく高いものばっかりってあるので、はい、引っ張っていきますね、相当力入ります。3、40人ぐらいでやっぱり引っ張っていかないと。そうですね、力はね、そんなにいらないんですよ、はい、今舗装してあるし、昔は舗装してない頃はね、結構だったんですね、力はいったんですけど、今ね、しずしず
しずしずとまた一台カメラの前を屋台が通り過ぎていきます。これは大きなカメラ、乗っている、これは鳳凰隊ですか、これは後ろの鳳凰隊ですね、で今、はい、ね、今すぐ横に、ま、来ましたけど、これは何という屋台でしょうか。これは千人隊ですね。千人隊、ちょっと後ろの方に提灯がね、うっすらと見えますが、これは千人隊、5番目の屋台ですね。5番目の屋台が今すぐ横に、控えています、ね、このちょうど素晴らしいのはね、この私たち2階なんですけれども、はい、ちょうど目線が屋台の3段目と同じ高さなんです、そうなんですね。ですからいつも下からその飾りとか見るんですけれども、ちょうど今カメラ真正面にこの飾りが、この千人隊という屋台はね、あの昔からくりがあったんですよ。昔からこれも千人隊もからくりがあったんですかね、どういうからくりかというと非常にあの面白いからくりで、その千人がですね、神通力を持った千人が雲のこの上から下界を見たら、そしたらその女性が川で洗濯をしていたと、でその様子を見て、そして雲から転げ落ちたとそしてその神通力を失ったと、でその洗濯をしていた女性と結婚するわけですよね。ロロロロ、 そう、でそのうちにさらに修行をして、そしてまた神通力を得て、そして奈良の都へ帰っていくという、そういう物語があって、それをからくりにしたんですよ、ね、なんかあの親しみのある ね、 そうですね、あのなんかあの私たちに近づいてきてくれて、そして一緒に結婚するなんて、なんか、あの素敵なお話のように思うんですけれども ね、 ね、でそれがあの非常に風紀を乱してけしからんということで、江戸時代にその禁止になったんですね。そういう千人隊のからくりっていうのがあるんです。今画面ではちょうど屋台がくるっと曲がるところをご覧いただきました。非常にスムーズに、素早く回る様子をご覧いただけたと思います、ね、7番目の神馬隊なんです、ね、これは7番目の神馬隊、はいはい、今ちょうどまだ神社の辺におりますけどね、あ神社のところにいるところ、はい、ちょうど辻をくっと曲がるところを今ご覧いただきました、はい、屋台を傷つけないように戻し車という曲がり角専用の、歯車をわざわざ持ってる、はい、それを使って今も上がったところです。さて、宮川、こちらね草壁民芸館玄関のはい、から今カメラです。また一台近づいてきましたよ、千人隊ですね、さっき千人隊が千人のからくりがあるという千人隊、はい、今草壁家の横を通り過ぎていく、はい、千人隊が草壁家のこの提灯の横を通り過ぎていく、提灯と提灯、また素敵なコントラスト、綺麗ですね、綺麗ですね、周りも暗いし、まあ、下から見ますと提灯もいいですけど、赤色も映えますね、平社幕、銅幕、赤の銅幕なんですね。夜に見る銅幕もまた幕も素敵ですね、これは皆さんぜひ実際に来ていただき、肉眼で見ていただきたいです。はい、どんどん、そして次はちょっといろいろ飾りの多いのがあるの、また横に1台来ましたね、今また草壁民芸館の横に、あ、この画面はね、まだあのもっと前の第8代という屋台ですけどもね、はい、装束のまたあの違った方が引っ張って今、第8代を迎えていらっしゃいます ね、 そうですね、ご覧いただいていますが、これ第8代という屋台でございます、はい、今これ角を曲がるところですね、三輪なので、はい、こうやって持ち上げて回れるんですね、今第8代あの三輪ですから曲がった時に一瞬ちょっと傾いてドキッとしましたけど、それは角を曲がるために三輪になるから、そうです、この今車あの車輪をご覧いただいてますが、大きいですね、直径 1.56m、 1.56、 あのちょっとした子供の身長ぐらいです、五所車、綺麗な金箔も貼ってるんですね、五所車、五所とつくだけあって、金メッキをした金具、この五所車が素敵な、この雅な五所車がシンボルであるこの第8代が今、後ろの方、これから、はい、この民芸館の方に近づいてくるというわけです、はい、